ズームインジョブ。今日のゲストは、入船俊光さんです。養豚と農業を営まれております。養豚業と農業、どのような職業ですか？まず養豚業、まあ養豚といえば豚をうちでは飼っております。全部で700頭ほどいて、小さい豚から大きい豚まで、います。その他に畑の方もやっております。畑は砂糖の原料になるビートという作物と、それから小麦粉の原料になる小麦ということでやっております。農業と養豚で、これからお仕事でどのような活動をしていきたいですか？まず農業ということで、これは食料を作っている仕事ということで、皆さんに、豚肉とこれから砂糖、これから小麦ということを知ってもらった上で、それを美味しく食べていただき、力の糧にしていただければなというふうに思っております。子どもたちへ一言お願いいたします。食べ物を作っている仕事ということで、その命をいただくと、そしてそれを私たちの体の中に取り込んで生活していくということから、美味しく食べていただいた上で残さず食べてもらいたいということが一番の願いです。